クリストファー・エクルストンは、イギリスの俳優。イングランド・グレーター・マンチェスター・サルフォード出身。三人兄弟の末っ子。ロンドンのセントラル・スクール・オブ、スピーチドラマで演技を学び、舞台やテレビに、出演。1991年に、映画初出演の、レッド・ヒム・ハブ・イットで主演したことで、イギリスで知られるようになる。1994年の出演した。 ダニー・ボイル監督の映画、シャロ・グレーブで注目され、その後、数々の映画、テレビ、舞台で活躍している。2005年には、イギリスの長寿 SF ドラマシリーズ、ドクター・フーで主役のドクターを演じて好評だったが、役の固定化を避けるため1シーズンで降板した。2020年、オーディオドラマ版に再度、出演することが発表された。2011年に結婚し、 2012年には第一子で息子のアルバートが2013年には第二子で娘のエスメが生まれたが2015年に離婚した2019年に出版した時点で長年ボディイメージ問題を抱え接触障害、うつ病とも戦ってきたことを告白したスポーツマンとしても知られプライベートではマラソン選手として数々のレースに出場している I love the bones of you, my life, my family, my father ISBN 978から14億7117万6319。ありがとうございます。